ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回はインドネシア高速鉄道についてお話ししていきたいと思います。このチャンネルでは定期的にインドネシア高速鉄道の動きについて追いかけているわけです。インドネシアではもともと日本が新幹線を通すためにインドネシア政府と話をつけていまして、さらに多額のお金をかけて入念な環境調査まで行ったにもかかわらず、親中派のジョコ大統領が就任すると日本の新幹線を通す権を白紙に戻してしまい、中国の高速鉄道を発注するという暴挙に出ました。当時の菅官房長官がありえないことだと激怒していましたね。しかも日本の行った環境調査の資料が中国に流出したとの疑惑も浮上しているんですね。日本としては完全に煮え湯を飲まされた形です。そもそも中国の高速鉄道はまんま日本の新幹線のパクリでしかなく、さらに言えば日本のハードロックナットがなければ作ることすらできないレベルなわけですが、そうは言っても新幹線をパクっただけあって、それなりに快適な乗り心地とも言われていますので、中国の技術の進化はやはり警戒に値するところです。ただ中国とインドネシアのジョコ大統領はインドネシア国民のためにこのプロジェクトを推進したのかというと、そうではないような疑惑が持たれているんですね。その結果、なんと地元紙であるジャカルタポストが1月の社説においてジョコ大統領のことを痛烈に批判してきたわけなんです。今回はこのインドネシアの動きについて見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。2015年7月に発表されたインドネシアの高速鉄道計画は、ジャカルタとバンドン間の約150キロを結び、将来的にはスラバヤまで延伸するプロジェクトでした。しかしインドネシアは高速鉄道の建造技術を国内に持っておらず、そのためこの大規模プロジェクトを手掛けられる外国のパートナーを探していたわけでして、日本は2008年から動いていたわけですが、2015年にジョコ大統領がどう考えても大人の事情で日本を裏切って中国に発注したわけです。中国としても巨大経済圏構想である一帯一路の重要なプロジェクトでした。中国はインドネシア政府には財政支出や債務保証を一切求めないという非常に魅力的な提案をしてきたわけですが、そこからは中国からの書類の提出が滞ったり、ようやく提出されたと思ったらなぜかほとんど全てが中国語で書かれた書類で審査が進まなくなるというトラブルが発生。さらに土地の立ち退き交渉の遅れやコロナパンデミックの影響によって2019年に開通するはずだった高速鉄道は遅れに遅れ、2023年10月にようやく開通するに至りました。しかも結局中国はインドネシアに 4.3 兆ルピア、日本円にして約400億円の国家予算を投入させるという始末でした。しかしながら完成した今となっては在来線で3時間かかっていた距離が45分に短縮されるということで一定の評価はあるわけです。中国大好きな日本のメディアもこのプロジェクトには中国の高速鉄道はすごいだとか、インドネシア高速鉄道は連日満員御礼だとか、とんでもない偏向報道をしていますね。インドネシアの人口は2億7000万人いるわけですが、そんな国に初めて高速鉄道が通ったら誰しもが話題として一度は乗ろうと思うのは当然です。お店やテーマパークなどもそうですが、経営において初速が良かったら安心なんてことはいくらなんでも安易すぎる考えです。重要なのは長期的なリピーターがどれだけつくかです。しかしこの高速鉄道は問題がありまして、ジャカルタからバンドンに向かう終点は在来線が通るバンドン駅ではなくトゥガルウラル新駅となっていまして、その周辺はのどかな田園地帯なんですね。要は交通のアクセスが悪すぎるわけです。
他にも問題がありまして、総工費は当初の計画から72億ドル、日本円にして約1兆800億円も膨らんでいるんです。これは3割ほどの膨張となっていまして、しかもその多くは中国からの借り入れなんですね。中国からの借り入れは金利が高いことや返済期間が短いことでも有名です。一帯一路における債務の罠にインドネシアもハマっていると言えますが、親中派のジョコ大統領にとってはそんなことはもはやどうでもいいことです。自分が大統領として中国と仲良くして高速鉄道を通したという実績があればそれでいい、そういった考えのもとに動いているわけですね。インドネシアに公費負担を求めないという中国の当初の提案は完全に反故とされており、国費投入を余儀なくされたことも忘れてはなりません。さらにインドネシアはジャカルタからカリマンタン島東部へと首都を移転する予定となっていますので、利用客は減少していくことが予想され、黒字化が従来想定よりもかなり遠のき、早くても40年はかかるという見通しとなりました。このような意味があったのかわからない投資にメディアも一部国民も怒りの声を上げています。しかしそれでもジョコ大統領の徹底した中国びいきは変わることはありません。中国との関係はガチガチに固まっています。そのような背景のもと、地元紙ジャカルタポストは1月のウーシュ赤字の到来との社説で、私たちは今後何年も国家予算の足を引っ張る負債という現実に直面しなければならないと警鐘を鳴らしたわけなんです。ウーシュはインドネシア語の時短、最適な運転、優れたシステムの頭文字から取られた高速鉄道の名称ですね。この社説は、公共事業は指導者の個人的な野心を満たしたり、特定の国との関係を有利にしたりするものであってはならないと指摘し、中国に接近してインフラ整備を実現したジョコ大統領を痛烈に批判しています。全くおっしゃる通りですね。全ては己が中国と接近するための行動であり、そのために国家に莫大な負担を強いたわけですから、その責任は極めて重いものとなるでしょう。実際開業直近の数ヶ月は明らかに突貫工事で仕上げたスピードでした。これは昨年10月17日に中国の一帯一路フォーラムが開催されたため、インドネシア高速鉄道を一帯一路最大の実績としたい習近平国家主席に忖度する形でフォーラムに強引に間に合わせるためだったことは誰の目から見ても明らかです。またジョコ大統領としても任期満了を目前にして大きな功績が欲しかったと言えるでしょう。正直中国による工事という時点で何かしらのトラブルが起きても仕方がない気はしますが、市民の犠牲が出ないことを願うばかりです。そんなインドネシアでは2月14日にジョコ大統領の後任を選ぶ大統領選が行われたわけです。選挙管理委員会は3月20日までに集計を終えて正式発表するわけですが、地元メディアは同日夜、開票状況などからプラボー国防相が勝利を確実にしたと報じています。この人物はジョコ大統領の路線を継続するとしていますので、当分は日本にとっては頭の痛い状況が続きそうですね。とはいえ、インドネシアは日本にとっても経済的に切っても切れない市場なのが非常に難しいところですが、インフラ整備やエネルギー移行、脱炭素化などの面では日本も引き続き動いていくということになっています。また下手な動きに出てくる可能性もありますが、そうはならないことを願いつつ、引き続きインドネシア情勢には注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。グループチャンネルアジア情報局では、少しコアな観点で中国経済や社会の実態をお話ししていまして、サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。